では今日はですね PMF に至るまでのスタートアップのステージ別進修ということで PMF プロダクトマーケットフィットに至るまでにどういうステージがあってどういうのがある意味そのフェーズどういうふうにフェーズを認識すればいいのかというお話をさせていただこうというふうに思っていますまず、まあ、スタートアップの通る道一般的に通る道というのがですね Y コミネーターはこのように言っていますザ・プロセスというふうなことでまとめていますが、まあ、最初イニシエーション メディアがこうなんでしょうね、取り上げてくれたんですけれども、そこで一気にヒットして、その後徐々に新規性が消えていって、ずっと何も起こらない時が続く、悲しみの谷という風なフェーズが出てきます。そして徐々に徐々にですね、このなんか、刻みが小刻みに現れて、最終的にはゴールに至るという風な感じですけれども、この悲しみの谷を抜けるまでに何が起こるかという風な観点をお話ししたいと思います。 ウィーブリーというふうなあの学部3年生が作った、まあ、で、えっと、最終的には買収されたスタートアップがあるんですけれども、彼らがですねどういうふうな道筋をたどってくたのかというのをグラフを見ながら追いかけたいと思います。まず2006年、えー、っと8月、開始から6ヶ月目ですね、大体最初の日別登録数は10以下だったと言われています。そして8か月目、えー20、2006年10月ですね、バズベース用と頑張っても最大30人。まあ デイリーでレジストレーションするのが30人ぐらいだったと。9ヶ月目はこのようにテッククランチに掲載されて一気に400まで伸びましたと。ただその後ですね、また下がっていって100以下に戻ってしまいます。その時ですね、11ヶ月目、トータルのユーザー数は6913人いるんですが、ログインしているユーザーはたったの3人だったというふうな形になっています。この時サンフランシスコに移ったようですね。そしてテッククランチに2度目の掲載をされると、1000を一気に超えますと。 ただ、またですね、このあと100前後に登録数は落ちてしまって、銀行口座も100ドル以下になってしまったと。でたまたまですね、その次の月にもニュースウィークに掲載されて、また1000を超えます。そして、えっと、18か月目ですね、タイムスに掲載されてまた伸びます。20か月目に入るとトラクションに手応えを得て、そして48か月後、4年後ぐらいに PMF に至るというのが彼らがたどった道でした。 そして、大体約10年後ですね、スクウェアが365ミリオンダラーで買収したというふうになります。本当にですね、ウィーブリーも最初、テック,クランチによるイニシエーションがあったんですけども、その後、悲しみの谷っていうのを2年、3年ぐらい続けて、ようやく4年目ぐらいで PMF に至ったと。この PMF、プロダクトマーケットフィットに至るのが初期のスタートアップの目標であって、この PMF している状態というのはこのように言われています。会社、顧客からですね、買いたいという問い合わせで圧倒される、まあ、追いつかないと。 あるいは顧客からの希望要望、機能要望などのリクエストも追いつかない、サーバーを増強してもすぐにサーバーがパンクしてしまうとか、あるいは採用しないと処理できないけれども、採用も追いついていない、さまざまな問題が社内で起こっているけれども、ビジネスは勢いよく成長している、こういう状態が PMF だと言われています。なので,です、ね、例でいうところによると、PMF までは山頂に向かって岩を仕上げるというふうな大変さがあると言われています。 が PMF PM にたどり着いたあとは、まあ、顧客からの要望とか問い合わせに、な、ま、ん、あ、でしょうね、えっと、追いかけるために、まあ、ある意味その岩がですね、どんどんと下っていく、山を転げ落ちる岩を追いかける大変さが PMF5 だと。PMF 前はなかなか手応えがなかったり、ニスの希望で右往左往したりするんですが、PMF5 は一気に、えっと、自分たちの手から離れない、そのビジネスが離れないように追いかけるみたいな、そういうふうな状況になっていくと。なので、PMF かどうか。 自分たちが PMF をしているかどうかという疑問を持っている時点で PMF はしていないんじゃないかというふうに言われています。事業の成長に苛立ちを感じているのであればまだ PMF していないというふうなことですね。では、PMF までにどんな段階があるのかというところを振り返ってみると、この期間ですね、どん,ど,んど,んどんな段階があるか。もう少し整理して解像度を高めてみると、いくつかのフェーズがあるかと思います。まずカスタマープログラムフィットの段階、そしてプログラムソリューションフィットの段階。 ソリューションプロダクトフィットの段階、そして最後にプロダクトマーケットフィットの段階と。まあ、最初、カスタマーから始まって、えっと、カスタマープロブラムフィット、顧客に課題があるのかどうかっていうのが分かる、まあ、そういうのが検証できるフェーズが最初ですと。それが検証できたら次は課題は何らかの解決策で解決できるかどうかを検証するフェーズ。そしてそれがフィットしたら次の段階に行きます。ソリューションプロダクトフィットです。 いわゆるそのソリューションプロダクトヒットは、ソリューションをプロダクトとしてえっとスケールできる形でやっていけるのか、ある意味、そのプログラムソリューションヒットは手作業とかでもいいと思いますが、ソリューションプロダクトヒットはプロダクトとして提供していく、あるいは量産していくという風なフェーズになります。そして最後に、プロダクトマーケットヒットという風な形に入って、製品は十分な大きな市場に受け入れられるのか、引く手余って、余ったで、その余ったが非常に大きな。 規模になっているのかみたいな、そしてスケール実際にそのプロダクトはできるのかみたいなところが最終的に検証するべき、そしてそれが終わったら FPM しているというふうな感じになります。なので振り返ると、まあ顧客から始まって顧客えお客様プロンフィットで、えどんどんですねこんな感じでえっと分子分母が消えていって、えどんどんと検証されていくというふうな形になります。まあこうしたフェーズ分けをですね、えチームで認識合わせをするためにあの用いるといいのかなというふうに思っています。 おおよそこんな感じかなと思います。えっと、SPF、ソリューションプロダクトヒットの中盤ぐらいに、まあ、シート調達をして、PMF 前後にシリーズ A を調達するというふうなのが、まあ、大体パターンかなと思っていて、逆に言うと SPF、ね、ソリューションプロダクトヒットぐらい、ま、になるまでは調達できないし、調達するべきではないというふうに考えた方がいいかなと思います。では、各フェーズどういうふうになっているのかというのをもう少し詳しく見ていきます。まずカスタマーですね。 どんな顧客を幸せにしたいのか、どの顧客を幸せにしたいのかを決めることが最初です。まあ、最初はまあ少人数でも構わないと思いますが、まあ、いずれうまくいけばスケールするであろう、まあ、市場になるであろう顧客を狙うことがポイントです。で狙う顧客が変わったら、以降の全てのフィットといいますか、段階が全て変わってしまうので、ここに関しては注意して選ぶようにしていただくといいと思います。まあ、誰を幸せにしたいのかというのをちゃんと考えるというところですね。そして次にカスタマープロブラムフィットです。 この段階、間ですね、フィットするまでの段階に何が起こるのかというふうな話ですけれども、こんな感じのえっと段階が、いわゆるカスタマープログムフィットかなと、いわゆるたどり着くべき場所かなと思います。達成目標としては、顧客ニーズが深いニーズ、かつバーニングニーズと呼ばれているようなものが発見できて、そしてそれがあるかどうかっていうのを検証できている段階、そして創業チームの組成が準備できている段階と。 推奨される行動としては、大体あの顧客インタビュー50件以上すること。まあ、大体50件以上したら、大体当たりが見えてくるかなと。100件以上したら、大体えっとまあ顧客以上に顧客のことをある程度は知っている状況になっていくるのかなというふうな感じがします。でその時にですね、顧客のえっとコードの写真とかを撮影したりするといいかなと思います。そして顧客、その時はですね、共同創業者のえっといわゆる候補との壁打ちとか巻き込み。 まあ、誘い始めるというふうな段階とか、あるいは場合によっては自宅とかコンサルとかをすることによって、顧客の課題を探索するというのもありなのかなと思っています。まあ、現場に100回ぐらい行きましょうというのが最初のフェーズです。そして顧客の理解を深めて解くべき課題を探るというのがこのフェーズのゴールです。その中では、バーニングニーズですね。自分の頭の髪の毛が燃え盛っていて、これ以外気にならないみたいな、まあ、そういうニーズ、 顧客だったら気づいているかもしれませんが、気づいていないことも多いので、そういうニーズで解決されていないバーニングニーズをきちんと見つけるのがここがポイントですと。特に B2B は。バーニングニーズっていうのは、まあ、日に紙に火がついてそれ以外のことが考えられて,なっている状態のことだというふうに言われます。まあ、ふわっとした抽象的なニーズだとバーニングニーズではありません。例えば情報が欲しいとか、あるいは人と会いたいみたいな。まあ、そういうのは多分ですね、バーニングニーズではないと。バーニングニーズであれば何かしらの手段で解決しようとしていて、えっと ただその解決手段がうまく洗練されていないとか、まあ、そういうところをですねきちんと選んでいくといいのかなと思います。そのためにはですね既存の代替製品や競合を徹底的に調査すると。 たいあの、話を聞いていると、既存の代替製品のことを知らずにあの作り始めてしまう人も結構いたり、あのうん、まあ、競合を徹底的に調査することなしにですね、やってみたりっていうふうなところがあったりします。B2C、まあ、B2B、B B 両方もあるんですが、B2C はまあ、ローンチしないと分かんないところもありますけれども、だいたい既存の代替品で、あの、ニーズが満たせているはずで、はえっと、もし皆さん、そういう製品を作りたくて、えっと、既存代替品が見つからないというときには、もしかしたらニーズがないか、 ニーズがなくて、えっと、検索エンジンとかでも引っかからないか、まあ、あるいはです、ね、失敗しているかっていうところなので、まあ、きちんとです、ね、過去を調べて、そして何が今だったら違うのかをきちんと、えっとまあ、プロポジションとして出せるというふうなところが大事なのかなと思います。そのためには顧客インタビューをして回るっていうのが非常に大事だと思います。まあ、顧客は私たち以上にあの悩みとか課題のことを知っていますし、おそらく競合とか代替品とか使ったことがあるんじゃないかなと思います、まあ。使ったことないのであれば、多分それは課題ではないので、じゃあどうやってやってるのかっていうのをインタビューして回りましょうと。 あるいは顧客のコートの写真をです、ね、500枚ぐらいちゃんと持って、そのシーンの意味をちゃんと説明できる程度に理解しておくというのも大事なのかなと。そのために実際に現場で働く、スケールしないことをするというふうなところとか、課題を解決できる類似品や競合製品を自分で売ってみることで、何が足りないのかというのを自分でより分かってくるといいますか、競合製品はここ,がこ,このニーズが見つ,つけてなくて、おそらくうまく使われていないというのを分かってくると。 なので、とにかくですね、顧客の課題を把握して、顧客への洞察を深めるフェーズがカスタマープログフィットまでの段階です。そして、顧客への洞察をアイデアへと変えていくために、共同創業者候補と壁打ちをして、アイデアを研ぎ澄ますというふうなところが大事かなと思います。一人で考えているとどうしても行き詰まってしまうので、えっと、共同創業者との壁打ちっていうところは、あのぜひ早めにやっておくといいのかなと。 これは巻き込みにも最終的に共同創業者の候補の人が共同創業者になるかどうかと、アイディアポンと渡されるよりも一緒に考えたアイディアの方が絶対一緒に起業してくれやすいので、ぜひですね、早めに共同創業者候補とはアイディアの壁打ち、そして定期的なミーティングとかを設定するといいのかなと思います。次にプログラムソリューションフィットまでです。カスタマープログラムフィットで顧客の課題が認識できた後は、じゃあ実際にその課題をどのように解決できるのかというのを把握していきます。 課題を解決できる程度の,あの課題を解決できる解決策の検証、まあ、解決策がうまく課題を解決できるかの検証という,いうふうなところとその課題を解決したときに価値が生まれるかどうかいわばお金を払ってくれるかどうかの検証というふうに言えます。そのために MVP の作成をしたり、まあ、インタビューとセールスを繰り返していくというのがこのフェーズかなと思っています。 まあもしかしたらこの段階で自己資金だけではなくって、エンジェルラウンドとかやってる人もいるかもしれませんが、まあ、こういう段階で,です、ねえっと、少し、えっとまあ、資金入れるというパターンもあるかなと思います。ただ、基本的には後にした方がいいと思うので、最初は融資とかの方がいいかもしれません。ただこの段階でだと MVP の作成をして、継続的なリリースをして、本当にあのこの課題があるかどうか、まあ、そして解決できるかどうか、価値を生むかどうかというようなところを検証していくと。例えばこういう文章を埋められるようにするというのが一つのゴールかなと。 まあこういう状況にいて、課題を持つ顧客向けの製品という製品ジャンル、まあ、インセプションデッキみたいなものの応用編ですけれども、まあ、こんな感じできちんと,、えー、と自分たちの製品の違い、解決策の違いを言えるというふうなところを一つゴールにするといいのかなと、言語化というのは非常に大事なプロセスなのでやってみるといいと思います。この領域に至るために、じゃあどうすればいいかというと、まあ、スケールしないことをして、まあ、自分の手でサービスを届けるというふうなことです。まあ、スケールしないことをしようと。 よくスタートアップと言われていますが、コンシルジュがタイム VP であれば、あるいはワーキングプロタイプであれば、顧客にアウトカムを提供できます。ここのロジックモデルでいうところのアウトカムというところです。それぞれちょっと簡単に説明すると、インプット、アクティビティ、アウトプット、アウトカム、インパクトと分かれていて、インプットはリソース、インプットはお金とか時間、アクティビティは活動、アウトプットが実際にできた製品、そしてアウトカムが顧客が得られる成果とか、利益、ベネフィット、メリット。 まあ時間削減、省力化、楽しみといったようなものですと。で、インパクトが最終的にきますと。顧客が本当に欲しいものはアウトカムです。いわゆるそのドリルではなくて穴が欲しいと言われていますが、いろいろ言れることも多いですが、穴が欲しいですと。で、そのためにドリルという製品があります。なので、えー、完璧な製品ができたときに同じアウトカムが手に入れば、顧客がお金払ってくれるかどうかっていうのを手作業を通して検証する。例えば、レビューサイトを作るときとかは、そのレビューを自分で作ってあげて、まあえー 代わりに提供してあげるとか、あるいはですね情報提供サイトとかであれば、その情報を自分が提供してあげるとか、あるいはその製品であれば、コンサルで同じ結果を出せるのであれば、コンサルでやるとか、それがある意味、アウトカム、一緒のアウトカムを製品と、想定する製品と同じアウトカムを出す手段なのかなと思います。実際にドアダッシュは最初、自分たちでデリバリーをしていたそうです。 スケールしないことを仕様の中でも触れていますけれども、ドアダッシュは最初、あのまあ、今の仕組みとしては配達員と,、えー、と店とマッチングするサービスですが、まあ、最初はですね、配達員を雇うとか、配達員をマッチングするのではなくて、自分たちスタッフ自身が、創業者自身がデリバリーをするというふうなことをしていました。顧客にとっては、ドライバーが配達しようと創業者が配達しようと、まあ、結果というか成果は同じ、食事が届くというのは同じなので、まずは自分たちで手でやってみて、そして顧客のフィードバックを得るとか、あるいはスケールできそうなところを選ぶとか、 そんなことがあったりします他にも製品とアウトカム同じアウトカムを手作業で提供する例としては例えば有名なところだと機械翻訳ですよね IBM さんがやったと言われていますがコンピューターが翻訳している体で誰か人が喋ったらそれが翻訳した文章をコンピューターの画面に返すみたいなことをやってそれがソフトウェアですって言ってたんですが裏では実は人間がその声を聞いてすぐに翻訳して出していたとか,なんかそんな感じのことをやっていたそうですと。 そういうところをですね、えっと、実際に自分たちでコンピューターというかソフトウェアを作る前にやってみるというふうなところがあるのかなと。でその解決策の試作品を提供すると、本当にバーニングニーズかどうかの検証もできます。まあ、未完成のソリューションでもですね、顧客がそれを前のめりに買いたがってくれるのであればバーニングニーズですし、そうでもない、それまあ、前のめりになってくれないのであればおそらくバーニングニーズではないので、改めてあの考える必要があるのかなというふうに思います。まあ、今,今すぐこれを欲しがるのは誰だと。 誰も聞いたことのない2人だけのスタートアップが作ったクソみたいなバージョン1でさえ使うほどに、これを欲しているのは誰だというふうな質問に答えられないのであれば、それはおそらく悪いアイディアだというふうに、えっと、プログラムなんかは言っています。なので、お金を払ってくれるぐらいのコミットメントがこの時点でないと、おそらくバーニングニーズとは言えませんと。顧客が欲しいということは信じない方がいいというふうに思います。ソリューションの作り方のスライドは別のスライドをご参照いただければと思います。いずれにせよ、この段階だと、えっと、スケールしないことをしよう っていうのを続けていって、きちんと自分たちのソリューションが価値を生み出せるのかどうかというのを確認するのが大事だというふうなところです。そしてもし価値を確認できたら、そのソリューションをプロダクトにしていくというふうな段階に入ります。解決策を製品化していくフェーズ、そしてフィットまで至るフェーズです。 このフェーズぐらいで、大体資金調達、シーズンの資金調達をするといいのかなと思っています。達成目標としては、製品が開発できるかどうかの検証とか、製品の体験全体、その製品化から得られるお客様のアウトカムとか体験全体の検証とか、あるいはセールス方法の検証というふうなところまでいけるといいのかなと思っています。 そのためには、まあ、コア機能を素早くローンチしたりとか、まあ、こうと話すことを引き続きやっていくと。いうふうなところかなと思います。まあ、そのセールスする、サポートするっていうのを通して。製品の、え、機能を、え、どんどんと、付け加えていったり、あるいは、あの、少し改善していったりと。いうふうなところが、ポイントかなと。 特にですね、えっと、少人数の顧客に愛されるようなプロトタイプといいますか、MVP よりもまあプロダクトに近いものを提供できると、このフェーズではいいのかなと思います。大体いいここで売上目安として、B2B の場合は年間2000万円ぐらいの、えっと、まあ ARR といいますか、えっと、まあ注入があるといいのかなと思っています。スケールしないことの一部を徐々に製品化していくというのがこのフェーズです。 例えば先ほどのドアダッシュですと、最初は自分たちでデリバリーしていたんですが、そのプロセスをですね自動化できるところは、徐々にソフトウェアで自動化していったというふうなところがあったりします。あるいはノーコーコド2で ノーコードツールとかでソリューションフィットまではいけるかもしれませんが、ソリューションプロダクトフィットだと、まあ、この段階ぐらいであのエンジニアが必要になってくると思いますで。できれば共同創業者にいるといいと思うんですけれども、まあ、未完成な製品なので、ぜひ自分であのサポートをしてくださいというところをお願いしたいなと思っています。あの自分たちの完璧な製品を最初からあの提供できるわけではないので、このフェーズはまあ製品と自分たちの手とを組み合わせて最高、えっと、のアウトカムを提供すると。 そうして愛されるプロダクト体験を作るというのができるのが今のフェーズかなと。 アップルさんとかは、おそらく完成品をきちんと提供しないと、全員にサポートを提供することはできません。ただ、スタートアップはお客様が5人とか10人とか、あるいは100人とかであれば、なんとかギリギリ自分たちの手でプロダクト体験を改善していくことができると思います。そして、そのプロダクト体験を提供することで愛されるプロダクトになるので、まずはここはですね、えっと、動くプロトタイプ、まあ、あるいはプロダクトと一緒に、自分たちのプロフェッショナルサポートといいますか、そこもきちんと提供していくというのが大事かなと。 そして、プロダクトができてきたら、次にプロダクトマーケットフィットを目指します。このプロダクト,プロダクトマーケットフィットに至るまでに、どんどんとですね、機能を改善していく、そしてビジネスモデルやチャンネルとかも検証していくというフェーズになります。具体的にはシリーズ A ぐらいがだいたいプロダクトマーケットフィットの段階だと。 いうふうに言われているので、売上目安としては大体年間1億円から1.5億円ぐらい、特に B2B だとそんな感じかなと思います。B2C だともっとユーザー数が数十万、数百万とか、数百万ぐらいまでいってる必要があるかなという感じだと思いますけれども、それぐらい目指す必要があると。 で達成目標としては価格の検証ができている状況、市場規模もある程度検証できている状況、そして成長,成長チャンネルも検証できている、まあ、いわゆるここに、えっと、お金を投下すれば、おそらく成長できるというふうなあの仮説もある程度検証されている状況で、かつビジネスモデルも検証できていると。そのためには何度も何度もローンチして、チャーンの削減、まあ、離れていくお客様を、えっと、引き止めるために何が必要かというところを考えて対策したりとか、チャネルの実験と最適化というところをしていく。 といいうのが大事かなと思っています、まあ、非常にこうビジネスフェーズに入ってくるのがこのフェーズかなと思っています。まあね、本当にです、ね、この製品改善とビジネスモデルの検証、製品の検証とビジネスモデルの検証をただただ早く回し続けて、まあ、本当に成長していく、えーっと、ビジネスモデルを組み立てていくというのがこのプロダクトマーケットビットに至るまでの道かなと思います。そのためには製品を何度もローンチする、そして完成度を上げていって、えー、ただ PMF まではぜひスケールしないことを続けるというのを覚えておいてください。 そして PMF の後はそのグロースステージに入ります。まあ、いわゆるそのですね、えっと、頂上に着いたというふうな段階で、そして次に岩が転がり落ちていくような状況ですと。まあ、改めて PMF している状態っていうのは、顧客からの買いたいという問い合わせで圧倒されている状況、そしてリクエストに追いつかない状況、サーバーもパンクしていて、人を採用しなければ処理できないけれども、採用も追いついていないとか、次々に社内の問題が起こっているけれども、ビジネスはすごく成長している。まあ、その岩が転がり落ちている状況ですね。 っていうところをまああのやっていくというのがこの PMMF 後の段階です。週次10%以上の成長をもしかしたらあの発揮しているかもしれません。で PMMF 後はだいたいこの辺りというふうな感じで、ある意味その高速道路を走っているような状況ですね。あの本当に成長痛との向き合いながら、あのその高速道路で壁にぶつからないようにハンドルさばきをうまくしながら止まらない車をどんどん運転していくみたいなそういうふうなフェーズです。 PMF の後はその成長値に負けずに成長しているかどうかというところなので、全く別のまた考え方が必要になってきます。このあたりはまた別途あのスライドとか用意して説明したいなというふうに思います。まとめとして、プロダクトマーケットフィットに至るのが初期のスタートアップの目標です。で、このためには、あのそのためにはですね、この間の解像度を高くすると、カスタマープログラムフィット、プログラムソリューションフィット、ソリューションプロダクトフィットがあって、最終的にプロダクトマーケットフィットに至ると。え大体ですね、えっと、 ファンド X としては、プログラのソリューションフィットぐらいまではフェローズでやって、ソリューション・プロダクトフィットぐらいまでいっているところが、プリファウンダーズに入ってくるというふうなフェーズで構成しています。 でこんな感じで、えっと、まとめると、えー、こんな感じですとカスタマープログラムフィットは自己資金で続けてプログラムソリューションフィットも自己資金で続けて、まあ、ソリューションプログラムフィットぐらいまで行きたらプロダクトがある程度見えてきたらですねあるいは作れてきたらあのシート資金とか調達してプロダクトマーケットフィットが見えてきたらあるいは達成したらシリーズ A みたいないうふうな感じでやっていくといいのかなというふうに思います。 皆さんもこれを一つの参考に、あくまで参考なので、えっと、一つの参考にしていただきながらですね、自分たちのフェーズが今どこなのか、そして今何をするべきなのか、目標はどこにあるのか、っていうのをチーム内で、えっと、意識合わせできるように使っていただければと思います。ただ、例外はありますので、そのあたりに関しては、あのぜひチーム内でも話し合ってみてください。その他のジャーニーとして、例えば、スティーブ・ブランクによる顧客開発ですね、カスタマーデベロップメントのジャーニーとしては、こんな感じのジャーニーがあったりします。 カスタマーディスカバリーから始まって、カスタマーバリデーションに行って、カスタマークリエーションに行って、そしてカンパニービルディングに行くと。これも一つ参考にするといいと思います。 また、東京大学 EDP、東京工業大学 EDP のツールキットだと、特に初期の、多分これ、ソリューションプロダクトフィットぐらいまでだと、えっと、こんな感じでいろいろツールを使いながら進めていくといいんじゃないかっていうふうなあのことを言っています。インプット段階だと、オブザベーションして、インタビューして、ロールプレイして、ケーススタディーしてとか、なんか、どんどんとこんな感じでやっていって、えっとまあ、どんどんとインタビューをして、スピボットしてみたいな感じで、ユーザーテストまで行って、えっと、NG が出たらまた帰ってくるみたいな感じで、どんどん回していくといいんじゃないかっていうふうなジャーニーがあったり。 MIT だとこんな感じでですね24の段階に分けたスタートアップの教科書みたいなものがあったりしますのでこちらも参考にしていただければというふうに思います。ユーザー数別のジャーニーでいうとこれは特に B2B でよく言われていることですが0から1は非常に難しいと1から10はまあ超難しいんですが徐々にですねスケールは簡単になってくるはずだというふうに言われています。 なので、えっとですね、100人ぐらいまではスケールしないことを続ける。で、1000人ぐらいになるまで極力スケールしないことを続けて、顧客を伸ばしていくというふうなつもりでやっていくといいのかなと思います。まあ、最初は本当にフィードバックを得られるような、アーリーエヴァンジェリストっていうところをきちんと得て、1から10のタイミングは、ペイドユーザーからフィードバック、そしてきちんとフィードバックいただける方々からフィードバックいただくというふうなところを意識しながらやっていくといいのかなというふうに思います。いろんな段階がありますので、自分たちに合ったものを選んでみてください。 参考になる文献として、このようないくつかの文献があります。FoundX レビューの中にも PMF というタグがあって、検索いただくと PMF に関連するいくつかの,あの何でしょう、ね、記事が、結構参考になる記事がいっぱいあったりしますので、そちらも参考にしてみてください。では以上で FoundX、えっと Found えー、PMF のスライドの紹介は終わって、これからは FoundX の皆さん向けの Q&A のセッションに入りたいと思います。